いやー、皆さん元気されてますか？うさぎでございます。ということで、今回も動画撮っていこうかなというふうに思っておりますが、日本星と名古屋凱旋の方ね、行かせていただきました。多くの方々ね、お招きいただいてですね、本当に嬉しい限りでございます。特にね、視聴者さんとですね、お会いできたのが本当に嬉しかったですね。もう何よりもそこが、なんていうのかな、僕の中で一番、心に残ったかなというふうに思ってしまいますね。特に、オアシス21の時にですね、もしかしてうさぎさんですかということでね、言わせていただきて、もう本当に嬉しい限りでございます。もっとね、視聴者さんとお会いできたらいいなというふうに思ってしまいます。次期、街頭演説会ですか、まあ多分なんですけれども、近場でまたやるんじゃないかなというふうに思います。っていうか、10月からはもしかしたらですね、解散総選挙に向けた支部の徹底だったりとかですね、まあ組織だったりとかっていうところのね、まあなんていうのかな。まあ、東京が結構中心的になるかなっていうふうに思ってしまいましたね。その理屈という話なんですけど、今日ね、昨日の街頭演説会の時にですね、上原さんと、ちょっとお話というか、インタビューをさせていただきました。ね、これぜひ皆さん、ライブ配信見ていただきたいなというふうに思いますが、まあ、結構ね、なんていうのかな、特に、日本星とのこれからっていうところの部分がね、めちゃめちゃ話させていただいて、何よりも本当に嬉しかったのは、皆さん、上原さんって、まあね、通産省だったかな確か、の、官僚を経て、仙台市のですね、市長されてるわけですよ。ね、4年間しかやってないとかね、なんか自分のことを言われておりましたけれども、4年間しかやってませんよっていうふうに言ってたんですけど、僕は、一、やっぱりですね、政治家だったりとか能力が高い方だというふうに思ってます。もう、いや、それはそうですよ。だって、めっちゃやってるもん。なんで、4年間だけでどれだけ進んでるか物事がっていうね。で、何よりも、その、上原さんをですね、まあ、なんていうのかな、話してね、嬉しかったことは何かって言ったらですね、やっぱり、もう日本維新の会と完全に決別してるというか、その部分をね、言ってくださってると。そこはすごく嬉しかったな。あと、そう、米アメリカ大使館の、大使としてもね、行かれてるということだったんで、まあ僕からしてみたらね、めちゃめちゃ嬉しいなと。で、まあ選挙のことについてもね、いろいろと話させていただきましたので、ぜひともね、この動画見てくださってる方、ライブ配信。一番最後の方ですね、だいたいどれくらいだったかな？うん。2時間後ぐらいのところですね、上原さんと森下さんね、日本保守党初公認であります。で、当選もちゃんとされてるですね、森下俊哉さんとね、お話もさせておりますので、ぜひいただければいいかなというふうに思いますね。後半、僕がですね、上原さんとサインもら上原さんにサインもらってですね、めちゃめちゃ嬉しい感じになってきてるんですけどもね、あれだったんですが、オアシス21に続き、高島屋駅の関係で人を埋め尽くした名古屋凱旋大成功、人の多さにびっくりということで、日本保守党の波は着実に来てますねということだったんですけどね、これだけの方々が来てくださったということで、うさぎさん、じゃあこの時どこにいたんですかって言ったら、大体ここら辺にいましたね。ここら辺で、一番最初とね、百田さんたちとね、ちょうどいたんですけど、目の前ぐらいにいたんですけど、なかなかこれは、あれだなっていうふうに思って、俺、これだなと思ったのが、人が多かったので、もう視聴者さんっていうか、僕はまあね、多くの方々に街頭演説来ましたっていう動画を撮りに行ってるだけですからね。だからまあ、どちらかというと、百田さんに会いに行かれ、来られた、日本保守党の支持者の人たちに、やっぱ街頭演説を聞いてもらいたいっていうふうにメインとして持ってたので、まあね、視聴者さんにちょっと自分の場所をね、譲ったりとかっていうことを、ね、させていただきましたけどね。はい。もうそこが全てですよね。このため日本保守党のですね、名古屋支部長に拝命いたしました。本日の凱旋、皮切りに名古屋の活動を一層化強化していきます。応援のほどよろしくお願いいたしますということでね。ちょっと懸念点が一個だけあったっていう話がね、ちょっと、先ほどさせていただきましたけども、日本保守党、関西の支部が全くない状況なんですよね。そこがちょっとね、僕の中では、危惧してるところというか、今回もう明確に分かったことが一個だけあるんですね。日本保守党明確に、近畿ブロックですね。そして関西ブロックね、まあ、関西ブロックじゃない、関東ブロックですね。まあ、東海でもいいと思いますけど、東海ブロック、まあ、近畿、東海、東京かな、うん、が、まあ、日本保守党にとって一番強い、ブロック比例になると、比例ブロックになるということは、まあ、確実だろうというふうに思ってます。で、そう考えてみると、まあね、河村さんたちはね、まあ、近畿
周辺をやっぱり街頭演説で回ったりとかっていう形になってくると思います。で、まあ、衆議院の解散総選挙関西ブロックの関係でも百田さんが出てくるという感じでしょうかね。で東京ブロックが有本さんないし飯山あかりさんと有本さんの共同的なね戦いになっていくのかなと。そうなってくればまあ3議席、獲得できるぐらいのですね、まあ、票を稼ぐことができるんじゃないか。大体どれくらいになるのかなっていう風になってくるんですけれども、大体ね、東京だったらですね、まあ、近畿もそうですけど30〜40万、票集まればですね、1議席獲得することができるということでございます。で、まあ、自民党からねかなりの票がですね流れ込むだろうと比例に関してはということなので、あの百田さんに関しては関西ブロックで1議席獲得できるくらい票は取るだろうと思ってますので、選挙区では、まあ、多分百田さんを取るだろうねと。広沢さんがどれくらい票を取りそうかなっていうところはちょっと疑問というか、あのどれくらい取るだろうかっていうところはちょっとね思ってしまうところはありますけれども、まあ、かなり、近畿でも日本保守党っていうのをね、取るんではないかなっていうふうに思ってますし、河村さんがね、もしここで衆議院にくら替えとかっていう話がねビッグニュースが出てくればですね、まあいやでもね、名古屋市長を辞めて衆議院議員に返り咲くっていう選択肢を今の河村さんがするかって言われるとちょっとここは疑問が残ってしまいますよね。やっぱ厳選日本の力っていうのをですねやっぱ高めていきたいっていうところもあるとは思うので、今回の衆議院解散総選挙でくら替えするのかな、ちょっとそこが疑問点にはなってきますよね。いやだからもうね、自民党の議員の方々がですねもう日本保守党を使っていただければいいんじゃないのかなと思っちゃいますけどね。もう高市早苗さんを応援してきた今回の推薦人とねの方々、まあ、衆議院議員の方々おられると思いますけど、もう日本保守党に行った方がいいんじゃないの。西田さんもさ思う おるしね、うん、推薦になった方がいいんじゃないのって。いや和田さんはいらないよちなみに言うけど、もう和田さんはいいかなって僕は思っちゃいますけどね。はい、皆さんこんばんはということで、日本保守と名古屋凱旋が終了しましたということでね、竹上優子さんへのご支援よろしくお願いしますということで、竹上さんとのねお話しさせていただいてね本当に嬉しい限りでございましたけどね。はい、いやーすごかったですね本当にね。9月28日と名古屋凱旋と関係でということでね、もうなんか一コマになりますと、代表たちの声も熱が入り、聴衆の拍手も息の揃いね、保守党への期待感を感じましたと、おかげさまで石破ショックから立ち直り電気パワーをいただきましたということだったんですけどね。はい、まあ、竹上さんともね握手させてもらって名刺もいただきまして本当に嬉しい限りでございますよ本当に、ね。日本保守党の名古屋のね関係で、まあ、候補の方々30代までさ、左派がなんかいいって思っていたけれど年取ると気がつくよねということでものすごい乗ってくると、その後ですねある店で、まあ、完食時ですね、分け知り顔の年配女性たちの会話、新次郎若いから石破さんいいよねということで脱力。いやなんか石破さんね、なんかみんな いろいろと言ってらっしゃいますよね。論戦が強いからと外交面がいいからという話でねいろいろと言われてますけど、僕が一番危惧してるところっていうのは石破さんの政策に対して今の石破さんの政策に対して賛同するところが全くないっていうところが問題かなと思っちゃいますね。その女系天皇を推進するっていうのって、政治家としてそうやって正解なのかなっていうふうに思っちゃいますよね、どうしてもね。すいません。新次郎は若いから石破さんよねで脱力っていうのよくわかんないよね本当にね。え違うよね、びっくりした。2023年か10月21日って思ってなんでそんな時間空いたのって思っちゃったけど10月21日日本保守党の東京凱旋ということで、16時半から秋葉原の関係ですね、19時からと。何分不慣れなもんですが、小坂隊長とですね、名古屋から駆けつけてくれる強力な助っ人陣営ですね、そして、大勢のボランティアの皆さんに支えられて頑張りますということだったんですけどね。日本保守の初凱旋、名古屋市長に関してはかなり重要なことを暴露。日本一月給が、安いですね市長と。年収800万で14年間もた、もらえたはずの4億を捨てたと。ということは市長、知事、国会議員に関しては年収3500万から4000万で、1億円の退職金すごいねということで、ほとんど金儲けのために票を稼いでる議員になることが判明。ほんと金アホの世界ってことね。そう、市長、知事、国会議員に関しては年収3500万から4000万ぐらいで1億円の退職金もらえるっていうことなんですよね。ね。まあだからあれですよね、年収800万で14年間もらえたはずの4億ってことだから、すげえな、14年間ねえ
やり続けたってことだもんね。すごいよね。退職金1億っていうのはちょっと微妙な感じもするけどな。何なんだろうね、本当に。14年間か。お疲れ様ですだよね、もう本当に。ね、日本保守にはタブーとされるもう一つの闇がある。公務員の天下り禁止をですね、提言してほしいということで、公務員偉くなればなるほど高給が取れる企業に天下る、上級のですね公務員ならですね数年天下りで何億円の収入と。公務員の多くが高給天下り目的で出世を目指す、大半の政治家は同じく金目当てである。真のあるものはですね、真の志あるものはごく少数であるということでございます。いや、あのね、僕思うんですけど、天下り先っていうのが正常なものになればいいんですよ。例えばなんですけど、財務省で天下りしてくるところっていうのは大体ですね、いや、それこそ、大企業の経理だったりとか、経理っていうかまあなんか、いわば、国税の監査が入った時に、自分が OB だったってなったら、まあ国税もやっぱり動きづらいんですよね。これは、まあ、どの企業に関しても同じことが言えるんですよね。例えばなんですけど、ね、自衛隊もそうだし、警察もそうだし、消防もそうですよ。消防なんて、明確にあれですからね、医療系のところからね、OB の人たちが、赤十字のね、例えばなんだけど、なんちゃら講師とかっていうので、なんか、一人だけ居座ってたりとかするんですよ。なんちゃら署、消防署の署長さんとさせていただきましたっていう OB が、特別講師みたいな形でね、やってたりとかするんですけど、名誉職ですよね、いわばね。で、その人たちに お金を払っていかなきゃいけないっていうのも、またちょっとおかしな話なんですけど、で、僕ね、これちょっと一つの解決策が一つあるんですよ。それは何かって言ったら、もう天下り先で給料を、例えばなんだけど、20万、30万とかっていう風に渡すんじゃなくて、そういうこと風にするんじゃなくて、明確に、例えばなんですけど、なんちゃら相談員とかね、なんちゃら警備員とかっていうところで、もう公務員の天下り先は、もう公務を従事してるところにちゃんとするっていう風にするべきだと思いますね。徹底的に。いや、だってそうじゃないですか。他の企業に対して、ね、だったりとか、あと、なんていうのかな、なんちゃら協会ですよね。一般社団法人だったりとか、そういうところに甘くなっていってるからこそ、なんか、行政の波があんまり受け付かなくていいんだよ、みたいなね。徹底的に、ね、摘発するとかって話で。いや、僕たち国民が望んでることって何かって言ったらですね、そういった政治家ないし、官僚だったりとか公務員ですね。の人たちが、なんていうか、そういったアルソックだったりとか、大きなね、企業に甘くなってるってことを徹底的にね、叩き潰してほしいっていうふうに考えてるだけなんですよね。だって、何ができるの？はっきり言うけど。60過ぎた、ね、もうおじいちゃんって言ってもいいですよ、はっきり言いますけどね。65とか70ぐらいになった人たちが、永遠にそのポストに居続けるっていうのは、僕からしてみたらちょっと、ね、溢れちゃうんだから、結局。ね。で、人よりも高いさ、退職金もらって辞めてるんだから、そうでしょ。政治家もそうじゃないですか。高い退職金もらえるわけでしょ。年収ももらえるわけじゃないですか。で、まだ自分の、やっぱりなんかやりたい、なのかどうなのかわかんないけれども、もうだ、結局ね、そういった人たちが働く先っていうのが、そういった特別職とかっていうのになって、挙句多くの人たちから、まあなんか、忌避されるというか、もう嫌やな、こいつらっていう風に思われちゃう。ね。状態、状況っていうのを作っていってるっていうのはもういい加減にしてほしいなっていうふうに思っちゃいますよね、どうしてもね。うん。いや、だったら、コンビニの店員やってくれよと。今の若い子たちが、その、労働市場の中で、例えばなんだけど、ね、人手が少なくなってるところに、働きに行きなさいやって話じゃないですか。ね。そういうところに行くんだったらまだわかるんだけど、そういうところにも行ってないわけですよね。例えば現場仕事やらせるとかね。いや、で、じゃないですか。それ良くないですか。ねえ。いや、死ぬぞとかっていう風にね、言われるかもしれないけど、いや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 、働くってそういうことだから。一斉に65歳を超えた人たちはみんな、ね、自分の能力だったりとかを使って、ね、一番、最低限じゃないけれども、ね、一番下のところですよね。だから新入社員と同じぐらいのところからスタートしていくっていう状況を作らないと僕はいけないと僕は思うんだよね。だからしょうがないよ。それはだってサラリーマンでずっとやってきたんだから。そうでしょ。公務員もそうじゃないですか。現場の現職の公務員の人たちが、まあ、辞めて、ね、自分が、じゃあ改めて、新しく、ね、同じ仕事の一番下からスタートするっていう風にするべきだと僕は思いますけどね。いや、めっちゃ厳しいこと言ってるけど、そうしなかったら、やっぱり、そういった既得権益層ですよね。自分が老後も安心できる状態を作り上げていくわけじゃないですか。ダメでしょ、普通に考えたら。だから、いらないし。そんな人たち。
だからもう明確に天下り先っていうのを徹底的に叩き潰すっていう風に、まあその人たちが例えばなんだけど、まあ相談職だったりとかですね、ね、駐車場の警備員とか、そこを全部統括してやればいいんですよ。退職金もいっぱいもらってるんだから。で、自分に見合った、例えばなんだけど、住宅ローンを組むとかね。いや、もう明確なんですよ。なんでその人たちが働きに出てるかって言ったら、ローンがまだ終わってなかったりとかね。例えば、老後の資金としてとかっていうので、ね、3000万とか2800万とか、それぐらいのね、退職金もらってんのにもかかわらず、働いてるわけですよ。で、自分の子供たちになんか家でも建ててあげたいとかっていう風に言ってるかもしれないけど、いや、その子たちはその子たちで自分たちの家を建てるべきなんですよ。わかりますか？ね。で、そういう人たちが、今日本の労働市場の中で、例えばなんだけど、本来、もらわなくて済んだはずのお金を、国民から搾取してるっていう状況が長く続いてるから、問題なんですよ。ね。で、公務員で長く、例えばなんだけど、公務に従事している相談員さんだったりとか、そういう特別職だよね。そういうところに居座り続けたらどうなるかって言ったら、だって別に払わなくてよかったんだもん。払わなくていいところに働いてたら、お金を渡していかなきゃいけないじゃん、国民は。だから行政自体を縮小させていかなきゃいけないのに、現状以上ずっと続けようとしてるから、国民負担率は上がってってるわけでしょ。そうでしょ？だからもうそういう人たちをもう徹底して、この社会から、もう、ごめんけどっていう風にやっていかないと、だって若者生まれてってないんだもん。子供たちが生まれてってないってことはそういうことじゃないですか。子供が生まれない、ね、税金払う人たちが少ない。けれども行政の支出は出てきて、ね。だからもうちゃんとここを縮小させていって、やるしかないでしょと、ね。で、もし、なんか自分が社会で求められる人材になりたいというふうに思ってるんだったら、自分で会社立ち上げるのが正解じゃないですか？自分が働ける環境っていうのを一から作っていくっていうふうにやるのが正解なんじゃないかなっていうふうに、僕は思いますけどね。本来市長とか議員に関しては名誉職のはずなんですけどねと。なんか自己利益のためにその職についてる人が多いように見えます。自治体の末端職員ですね。会計、年度の職員に関しては時間外でもね、無給で業務を、行わざるを得ないこともあります。時間外、勤務手当が予算化されていないのでと。ね。市議会議員程度で任期2回で高級マンション買えるそうだということなんですけど。本当に。本当にね。もうなんか頭痛くなってくるわ。こういうの見てくると。はい、大和仙人さんですね。名古屋凱旋良かったということで、昨日から日本保守党員が急に増えてるのこと。有本さんがですね、石破さんの政策を論破し、自民党に任せておけないということで断言ということで、河村共同代表が日本保守党の東海地区リーダーということでね、広沢さんが名古屋の市部長で選手にされるということで、全力で応援しますと。はい、日本保守党の名古屋凱旋、百田さんをはじめ関係者の皆様、参加者の皆様、お疲れ様でした。これからも、日本保守党を応援したいですと。達成感が半端ないですが、疲れたので軽く打ち上げに来ましたということだったんですけどね。いやー、ありがたいよねー。はい、日本保守党凱旋、名古屋オアシスですね、21広場、ただいま今無事終了しましたと。皆さんお疲れ様です。それでは次の会場ということでね。はい、メディアにね、こうやっぱね、ちゃんとね、こうやって、られてもいいよね。この30年間おかしかったのは政治家が世襲でボンボンになったということが原因であると。日本を保守は世襲の次の選挙のことしか考えてない政治家を満たさないということであると。日本のことだけ考え、皆さんのためになることだけやる。その中心でこの減税シティ、ね、名古屋が、立っていくということだったんですね。で、僕何度も言ってますが、世襲が悪いっていうふうにね、思ってる方々多いと思いますが、悪いんじゃないんですよ。ね。議席を増やしていくっていう考え方で行くんだったら、世襲でも何でもいいから、汚い手でも何でも使ってもいいから、国民と、ね、国民のためになることをやってくれるんだったら、それで僕はいいんですね。ただ、世襲を使って悪い方向に持っていこうとしている自民党を徹底的に叩き潰さない限りは、国民がね、豊かに、そしてですね、強くなるような日本国っていうのを作ることができないから言ってるんですよ。だって能力ないじゃん、加藤ねえ、子供家庭庁の加藤どうですか。唯一俺政治家としてまともだな、世襲でもまともだなっていう風に思ってるのは明確ですよ、麻生太郎さんと安倍総理だけです。石破さんも一応あれ世襲ですからね。なんかいろいろと言ってましたよ、総裁選の時に。なんか世襲議員がどうたらこうたらみたいなこと言ってましたけど、いや、あなたもなんか、市議会議員とかなんかやられてるお父さんお母さんから生まれてたんじゃなかったっけって思ってね。よう、なんか自分のことをね、言えますわ、棚にあげてっていうふうに思っちゃったんだけどね。
親分、明日大阪梅田凱旋の関係、相当気合入ってますね。ということで、千年規模の聴衆に関して、前にすると投資が湧くそうです。爆笑王としてのですね、関西圏の皆様、名古屋、首都圏ね、続いて大阪でも日本保守党のパワーを見つけてやってください。どの中では保守党の存在を知らしめる絶好のチャンスなので、よろしくお願いいたします。ということです。はい、本日は音声を優先するためにですね、画角は斜め後ろからアングルトーンになる可能性がありますということでございます。いや、竹の子さん、本当ありがたいよね。本当ありがたいよ、マジで。はい、日本保守との名古屋凱旋の関係です。9月28日ですね、オアシス21、フロアですね、名古屋駅の高島屋駅、ぜひ立ち寄っていただければと。よろしくお願いしますと。なんか、有本さん、この時の有本さん、美人じゃね？いや、いつも美人なんだけど、なんか、めっちゃ、なんかめっちゃか、なんか、何これ？いや、すいません。いや、いつも、お美しいんですけど、なんか、わかんないけど、この写真の有本さん、なんか、いや、すいません。まあ、滝田先生ね。いや、いいよねー。はい、梅原さん、矢沢さん、有本さん、川村さん。で、川村さんとはもう握手させていただきましたね。はい、百田さん。名古屋凱旋初凱旋場所、この場所はトヨタの愛知県第二心臓ですね。ミッドラントスクエアというビルの名古屋駅中間です。仕事帰りの人はかなりの割合で、トヨタグループのお勤めですと。他にも大手建設企業のサラリーマンも、なんていうのかな、通る有料な場所であると。いいね。見ましょうか。それでは皆さん、それでは開催しますんで、皆さん拍手したってちょうだい。マスターさん、ありがとうさん、ありがとうさん、マスターさんでございました。Thank you for coming. I love you. と言ったでございます。はい、じゃあありがとう。Thank you everyone. Thank you everyone. ありがとう。バイバイ。バイバイ。あのね、河村市長の僕好きなところって何かって言ったらね、お給料もらわないところに対して言ってるんじゃないんですよ。僕その男気が好きでね、間違ってることは徹底的に間違ってるって言うじゃないですか。そこが僕は好きなんですよね、河村さん。ね。あと、まあ、キャラクターが好きっていうのもあるんですけど、ね。のっそのっそと歩いて、わーって。いうところ本当に可愛いですよね。いや、なんかその可愛いっていう言葉を使うとすごく目上の人なんだけど、可愛いんだよな、あの人。河村さん本当好きなんですけど。あ、それとね、厳選日本の方々もねおられましたね。本当ありがたい限りでございましたけど、いやー、やめてくれやめてくれ。は、え、は、令和やん。はぁー、整体師の議連のメンバー、あー、もう整体のさ、健康保険のさ取得に関してはもう明確にダメだろ。だって整体なんて医療行為じゃないんだもん、明確。いや、柔道整体師だって、いや、もうこれ言いたいんだけどさ、その、いや、あのね、例えばなんだけど、ぎっくり腰だったりとか、体をね、例えばなんですけど、ハリキューもそうなんだけど、国家資格としてあるじゃないですか。で、明確な医療行為を行って、例えばなんだけど、改善することができるっていう、エビデンスがちゃんと存在してるんだったらええかもしれないけど、その、病院の先生の資格持ってて、整体して、ね、改善することができる。少なくとも骨の矯正だったりとか、まあ、だから整形外科って本来だったらそういうことですからね。ね。で、整形外科の、な、まあ、先生で、例えばなんだけどっていう話なんだったら僕はこれせ、ああ、なるほどなっていうふうに思うんですが、資格持ってない整体師に保険適用をするっていうのってこれどうなんだろうなって、もう明確に既得権益じゃないですか。いや、ダメでしょって思いません？普通に。
や、なんかそういった特別措置、まあ措置だよね、いわば、その、自分たちが行ってる、業務に対する特別的な措置っていうのを一個作っていったら、その分で、何よりも僕ね、本当に、その、法人に対して、忖度するのってどうなんだろうね。で、何よりもやっぱ愛国心が重要だと思うんだけどな、この国にとっても。今はもう、今若い子たち日本好きですかって言われて、わかんないですっていう子たちが多いんじゃなくて、明確に日本のこの部分が好きっていう子たち増やしていかないとダメだよね。普通にね。はい、日本保守党がね、中日新聞で取り上げられましたよということだったんですけどね。皆さんこんばんはということで、名古屋凱旋第2弾が無事で終わりました。名古屋県もものすごい人お二人がね、人の集まりいただきありがとうございました。スタッフ一員とですね、御礼として申し上げます。これからも日本保守党よろしくお願いいたしますということでね、河村さんと百田さんね。はい、いいよね、すごくない？すごいよね。やっぱり。これだけの人たちが集まってくれてるだけでも全然違うんだけど。ねえ。党員数が7万人に突破ということで、まあ3000人急に増えたってことですよね。まあでもまあずっと前から言ってたよね。日本保守党、あ、じゃない、高市早苗さんにならないんだったら自民党員辞めて、日本保守党員になりますっていう人たちが増えてたから、まあ順当なんじゃないですかね。うん。1年後、5年後、10年後、50年後、100年後、日本の未来を見据えて頑張ろうと。党員数に関しては7万人、百田さん、石破さんが総裁になったら、なってから党員が急増しているということでございます。国政政党を目指す名古屋凱旋、凱旋風景、あ、全体に分かるようなと、あ、はいはいはい、リプライをよろしくお願いしますということでございます。はい、いや、すげえな。いや、すげえ、すごいね。うわぁ。いやー、日本保守とか徐々に徐々にね、力をつけてってるの本当嬉しいですよね。政治団体日本保守党は28日名古屋市内での街頭演説会を開いた。代表の川村、代表の作家百田直樹氏、共同代表の川村隆氏、名古屋市長らはですね、街頭演説後報道陣の取材に応じ、今週秋にもですね、行われるですね、可能性がある衆議院解散総選挙で、国政政党を目指すことを明らかにした。党員に関しては27日夕方から、まあ、急増して現在7万人という、報道陣の関係の取材に対して百田さんに関しては目標は一刻も早く国政政党になるということをね、述べたと。川村さんに関してもできれば東海ブロックで5人、届かなければ全国で5人、これは絶対ということで、まあ語気を強めたと。東海ブロックで5人かまあでも5人行くかな、まあ、全国で5人はちょっと見えてき始めてるかなっていうふうに思いますけどね。まあもう明確自民党の票だったりとかっていうのが、まあこっちに離れてきてるし、まあこれだけ多くの、だってなんかあり、あのね、高市さんにならなかった瞬間、まあ、ツイッター見てて思うのは、いや、日本保守党しかねえなっていう風に言ってる人たちの数が増えてきたっていうのはすごい印象的には思ってますよ、僕もね。まあそうなるよね、順当にいけばねっていう思ってしまいますね。はい、ということで皆様どうお考えでしょうか。面白いと思いましたらですね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。以上です。